英単語を習慣化するには、はい、え単語の習慣化。まあ、あえ単語に限らず、まあ、単語の習慣化だと思うんですけど、まあ、それはですね、えー、例えばトイレ行くときに必ず三単語を覚えるみたいな自分の中で決まりを作ってあげるといいと思います。その三単語を覚えるみたいに、まあ、決めてあげると、 まずトイレだけ覚える場所になるんですよ。そしたら、なんかトイレで覚えてたら、続きも覚えたくなるんですよね。まあその覚えたくなるようにするコツっていうのも結構あるんですけど、例えば一週間でこれだけ覚えるぞっていうペースを設けておいて、で、その時に、まあ絶対にそれを覚えたいっていうことは何かしらのゴールがあるわけじゃないですか。大学入試だったり、あるいは、まあわかんないクイズの、えー、単語を覚えたいんだったら、多分クイズの大会とかがあると思うんですけど、その、そこで、まあこう圧倒的に差をつけられるわけです A 単語だったりっていうのを覚えると、圧倒的に差をつけられるってことをイメージしながら、1週間何単語を覚えるぞって決めた上で、じゃあ1日最低限このトイレの中で3単語を覚えるみたいに決めておけば、それが気づいたら、なんか3単語をそこで覚えた後になんか気持ち悪くなって、そのまま覚えたくなるんですよ。僕って結構そういうタイプで、まあなんかとりあえず1個だけきっかけを作っておいたら、そのきっかけから始まって、いや、なんか3単語って言ったけど、5単語ぐらい覚えたいな、いや、10単語ぐらい覚えたいなと思ったら、気づいたらどん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 ずっとやってるみたいな。 まあ毎日そのきっかけっていうのが生まれるわけじゃないですか。毎日トイレ行くわけなんで。まあトイレ行かない日ある方はちょっとまあ、あの、便秘で大変だと思うんですけど、毎日きっかけがあって、そしたらまあ毎日その続けられて、その結果気づいたら習慣化してるというか、やらなかったら逆に気持ち悪くなってくるんですよね。まあ、なのでぜひね、あの目標っていうのを見据えながら習慣っていうのを見極めて、あの、作ってもらえたらいいかなと思います。はい。